懐かしい一緒に出た懐かしい懐かしい見てこれソールドソールドアウトいただきます、うん、ゴリ沖縄出た土井さん、はい、次の動画始まりました今ゴン出たばっかじゃんゴン出ましたね出たばっかのこのまっすぐの坂登っただけで多分左側メキシコだよえめっちゃ近いちなみに明日予約しましたマジではいでわー久しぶりに飲もう飲むぞ俺あれ飲もうオリオンビール違う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 汁汁汁あそこのあの汁が好きなんだよ違ったなあれやっぱこの人東京都民だ違ったもうちょっとナビなしで行きますそうだな、うん、俺強いからいやいや沖縄県代表のチャンネルやってるんで道ぐらい分かってもらわんとナビに頼んだよマジで何時間かかってもいいからいやいや近所なんですよこの辺なんですよ近いはずなんだよ最近ゴリエちゃんの方は忙しいですかゴリエちゃんこの前、はい、柔道の、はい2大会連続金メダリストの大野翔平さん、はい、と体操のお兄さんの吉尾兄さんと、はい、トークショー何し誰とどこで何してんねん一種格闘技すぎこの3つすごいなえなんで知ってるんですかそれツイッターツイッターで見たこの東京武道館で大野選手が子供たちに柔道を教えたり吉尾兄さんが体操を教えたりゴレちゃんが子供と親と一緒にペコリナイト踊ったりっていうのをやって、はい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 、で最後そのアベンジャーズが集まってトークショー、はい、アベンジャーズもアベンジャーズやなアベンジャーズだよもうでもあの大野選手が自己紹介でペコリって言ったからよ吉尾お兄さんが言ってくれたのでも世代なんですかねちょっと違うゴリエちゃんが圧かけてかけてる食べれますレンマをえっ俺じゃんあそこ4つ入りとかでしたよ、ね、そうそんな多くないね、うん、俺も1個で十分いやでも4つは2にするいや無理だもうレンマ3つ食べてはいてかまだ食えるしなレンマ食えますねだってこっからまたもう一軒行くでしょはいもうこれで行って戻ったらもういいぐらいじゃないそうですねもう空いてんのそこは空いてます空いてます昼過ぎから空いてます、うん、気づいてる自分が声ちっちゃいってすいませんおいほんとカメラ持ちながらはいはいもうお前視点合ってないんだもんいや違いますよこうモニターを見てるんですよカメラのねそれで言うとマジ血糖値ぶち上がり中ですマジ分かりやすいな大盛りとか頼むからだっていやいやその別おあっちょっとちょっとあ着きましたここですよかったわ外までは並んでないけど中はやっぱ座ってるねそうですね座って待ってるね3時半だけど止めましょうね懐かしい一瞬出た懐かしい懐かしいこの感じねあでここ座ったね座ったねここで食べたねここで食べましたねうわ懐かしいすごい過去に思えるあの頃って始めたてで、はい、まだこのチャンネルがどうなるか不安だった時じゃないそうですねまだほんと多分登録者数も2万人とかそんなにいたいや分からんでもなんかあのゴリエちゃんが出てくれたおかげで伸びましたドーンだもんな喜びってなったもんなあれ俺今声低いからああそうそう看板見てほしいんですけど見てこれソールドソールドアウト本日の好評につき完売となりました開けてくださいって言いに行こういいですか店の人に、はい、厨房がむちゃくちゃ忙しそうですだってもう最後のお客さんのタコス作ってるんですよこんにちはこんにちはすみませんあのステッカーできましたありがとうございます可愛い
結構この YouTube チャンネルを立ち上げた当初ら辺に紹介させてもらったんですよ。あ、覚えてます覚えてます。お里の方でコロナ禍の中に行ってもらって、もうずっと人気店なのは知ってますけど、このチャンネルちょっとは役に立ってます。もちろん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 見たよってやっぱりよくいただいてますよ。紹介しなくても完売するお店ですから。いやもうさ、もともと大人気店ですから。ありがとうございます。完売って書いてましたよ。はい、もうギリギリ間に合ってる。お願いします。なんかうちのゼンマがタコス食べたいなとかって言うんですよ、完売って書いてあるのに、はい、無理だろうって思ってるんですけど、無理ですよね、まあ、今日だけおじさんのためにちょっとなら。本当ですか？はい、ちょっと調整してます。え、本当ですか？はい、ちょっと何個あるかはちょっと見てみないと何とも言えるんですけど。2個とかでも、なんで1個を2人で半分半分です。あ、でも1人前とかでも大丈夫ですか？ちょっと確認してきてみます。1人前だったら4つですよ、ね、4個入ってます。ものすごいありがたいです、はい、大丈夫ですか？はい。もうお前無理言うから。でもありがとう、無理言ってくれて俺も食べれることになったから。いやでもちゃうんすよ、もう口がタコスの口になってます僕は。すいません。お前さっきそば行く時ももう口がそばですって言ってたよ。はい。お前何か言ったら口がそばなんだよ。ナポリタン今口何？今口何？ナポリタン。ほらお前もうすごい誘われやすいから。うまそうなの取ってった。2人前まではあるそうなんですけど。2人前まであるんだって。いや、お、1人前じゃん。お母さん、早い早い。いやそう、このひき肉がすごい香ばしいんだよね。もうめっちゃいいよ。いいよね。で、皮がほら柔らかいの、もちもちしてんだよね。で、レタスのシャキシャキとトマトの酸味と、そしてこのサルサソースの辛み、うまいな、相変わらず。お久しぶりです。お久しぶりです。早速私を食べてください。もちろんいただきます。こっちそれやりましょう。行ったよ。いただきます。うん、うまそう。どうすか、間違いを探せない。皮がとにかく美味しいね。へー、もっちもちして、でその後から香ばしいひき肉の香り、でレタスのシャキシャキで、あーサルサちょっと辛いね。嬉しい、やっぱり売り切れる。でも日曜日の3時過ぎにはもう完売ってことで。こんな早く完売するんだな、うん、ずっと美味しい。皮がもちもちして、で結構やっぱ油吸ってんのかな、噛んだら油が出てくるから、それがなんか胃を満足させる十分な油。じゃあ全部いけます？これちょっと待ってよって言いたいけど本当にいけるぐらい。じゃあ待ってますね、ここで、ここで待ってます。いける、本当にこれいける、いけるけど、まあ、夜もありますもんね。夜を考えるとちょっと電話にバトンタッチしようかなと思うけど全然いける。いいっすか？うまい。じゃあちょっとバトンタッチします。はい、こんにちは。こんにちは、電話です。はい、よろしくお願いします。お願いします。辛いっすか、これ結構。ちょっと辛い、俺は好きで、なかなか、はい、じゃあお腹空いたな、タコスってなくない？なくない。もうちょいかけたことない。辛いの苦手なの？ちょっと弱いかも。そんな体型なの？関係ないでしょ、それ体型関係あるんですよ。もうちょいいきます。じゃあもうちょい全体的にかけた方がいいです。その全部ね、味が分かるぐらい。はい、それぐらい、うん、いきます。はい、そうですね。いただきます。って、間違いを探せないだろ。うまっ。文句のつけどころないよな。生地がうまいっすね。そうそう、このもっちもち感ちょっと辛いんだよ。うん、辛いの苦手な人はちょっとにしてください。いや俺も本当にこれ食えんの。食えるけど結局俺は1日で考えて守っちゃう。あこの後ももう一軒行くんだと思うともう食えなくなる。今日でこれ終わりって言ったら俺全部食えるもん。これお、じゃあ終わりにします。いや本当食えるよ。でもマジ食えますよ。マジ食える、マジ食える、美味しいから。うわ、だって半分はもうレタスじゃん。だからひき肉あってもあっさりしてんだよね、トマトとレタスが。めっちゃ美味しいです、うんまに。うまいな、そりゃ美味しいからこうなるさ。来てよかったね。よかったですね、やっぱり。だってゴン食べ
べ終わった直後に来て、はい、それでも食べれた。食べれたっていうか本当は食べれなかった、はい、なぜならソールドアウトだから。販売です、はい、3時過ぎたあたりでこれです。美味しいからこうなるんだなって分かるね。いやーマジで、なんていうんですか、優しいっすよね。嬉しいじゃない、本当は完売なのに、はい、じゃああと1人前いいですよって作ってくれてさ。そうですね、心よく優しい。ただ本当にあの今こうやって僕がね喋りながらも、今実は向こうからカップルが来て、来ましたね、来てこの看板見て帰っていったんですよ。ですので皆さん、メキシコに来る場合はまずあの何曜日が休みなのかもちゃんとチェックした上で、こういう風に完売するパターンがありますので、そこら辺を逆算して食べに来てください。味は保証します。味や。このステッカーってどこに貼っていいもんですか。なんか皆さん結構なんかね、気づいたらちょっとこの辺とか、はい、こっちもいいですか。どうぞ。こっちもいいじゃん。いいっすね。違うか。いや、いいんじゃないですか。どこは本当にご飯が晴れたところ。いや、剥がされる、剥がされますよ。ここめっちゃよくない。ダメダメダメ。上です、上でお願いします。はい、これ、はい、ここね、はい、いくよ。はい、いいんじゃないですか。うん、あれあれ、なんか考えて。ダメ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 。どんたこ、どんたこさん、あと多分剥がれるこれ。なんか